その危惧が現実のものとなった。環状線外回り銀座入口付近で多重事故が発生。現場は S 字カーブを抜けた地点であった。事故車は2台や3台では済みそうにない。一体何台の車が巻き込まれたのか。行けども行けども事故車ばかり。その大半がルーレット族のものと思われるスポーツタイプの車であった。どの車にも残された凄まじい事故の痕跡。追突し2台3台と連なっているものもある。ドライバーを集めるとこれだけの数になった。全部写真撮りますから、その時に壊れ具合は全部お巡りさんが一緒に行って墓にやりますから、ね、でそれが終わったらここに集まってもらって事故の発生状況をそれぞれ聞いていきますから。分かった。片側の車線と路肩を事故車が占領。現場は大渋滞。それを解消するには迅速に処理を行うしかない。警察官を総動員して事情聴取を行った。君が一番先頭か。はい。どうしてこの曲がってますよね。で、ここら辺でブレーキ踏んじゃって、で、こんなような感じになっちゃって、で、ガンってここにこう先頭の車が事故を起こした横に仲間が停止。両車線を塞がったその後ろで猛スピードのルーレット族が続々と追突。一般車を巻き込んで合計18台の大事故となった。君らみたいにさ、首都高速4周も5周もここレース場でも何でもないんだよな。君たちのために後ろのさ見ろ、トラックとかさ、みんな迷惑してんだぞ。18台に上る多重事故。事情聴取が続く中で夜が明けていった。自分がどの車にぶつかったか、どの車にぶつかったか、どの車にぶつけられたのか。彼の車よりも後ろかな。はい、じゃあちょっと下がってください。一歩下がって。事故状況を正確に把握するため事故発生順に並ばせ写真撮影。全員を安全運転義務違反で書類送検した。事故の根源であるルーレット族を許すわけにはいかない。警察は今後ともその取り締まりに全力を挙げることを確認した。